はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージーです。では今回は信長の野望大使石田三成プレイ大使両乱シナリオ続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回ですね、柴田勝家を攻めてこれを倒しましたというところで、まあ、石田勢としてはですね、まあ、ほぼほぼ、勢力争いの中ではトップに躍り出たんじゃないかなというところになります。で、隣接している勢力で言うとですね、まず東側、まあ、関東の北条、あとは上杉謙信ですね、ここと国境を接しているというのが東側で、西側はですね、同盟国である大谷義次、足利将軍家で、それを飛び越えると秀吉というところになっています。で、注意しなきゃいけない相手としてはですね、今ちょっとマップを大きくしましたけども、まあ、全体マップにしましたけども、長宗壁がかなり大きくなっているので、秀吉長宗壁っていうね、この石田勢に次いで大きい勢力を持っているところを潰しにかかりたいと思っています。とはいえですね、今兵糧がほとんどない状態になってますんで、まずは9月の収穫の時まで、時間を進めていきたいなというふうに思っています。それでは早速続きをプレイしていきましょう。で、この石田三成プレイはですね、今までご覧いただいていた方はご存知かもしれませんが、タイにね、遊びに行っているところはタイで実際に収録機材を持ち込んで、タイバンコクからねプレイをしてきたというところもありますので、旅行の話なんかもね少ししていければいいかなというふうに思っています。で、ここで長宗壁が吉川元春に対して宣戦布告ですね。なので、今みたいに旅行の話をしてみたり、いきなりゲームの話に戻ったりと行ったり来たりという感じでね、ちょっと分かりづらくて、聞き取りづらくて何のことだというふうにね、思われる方も出てきてしまうかなというふうには思うんですけども、ご了承いただければなというふうに思います。ここで信長からの報告によると、信行が信濃に兵を進めると。といってもね、おそらく信行がそのまま信濃に兵を進めるためには北条を飛び越えてきて、兵を出すっていうのはちょっと考えにくいかなと思いますんで、まあこのまま進めましょう。で、今回はですね、タイに旅行と言ってますけども、実際にはタイとシンガポール両方遊びに行ってまして、タイで知り合いになった女の子と一緒にシンガポールに遊びに行ったというところで、タイにまず遊びに行って、タイからシンガポールで、ここは今お話したように、タイでね知り合いになった女の子と一緒に行きましたというところになります。で、その女の子はシンガポール行ったことがないということでね、すごく楽しみにしてくれてたみたいで、ちょうどね時期が時期でクリスマスということもあったので、クリスマスプレゼントをねいくつか進呈しましたよというのを前回、動画の中でもねご紹介したと思うんですけども、その中に一つね、ダッフィーを紛れ込ませておいたんですけども、まあ、そのダッフィーを使ってね、こんな感じの、可愛らしい、楽しい、シンガポール行くのすごく楽しみにしてるんだよっていうのをね、アピールなんかしてくれて、すごく、プレゼントあげた甲斐があったなというところでしたね。まあ、こういうのはね、やっぱりタイであっても日本であっても、まあね、一部、そういうのやんないよっていう世の中ももちろんいらっしゃるとは思うんですけど、こういうことをするあたりはやっぱり女の子だなって感じしますよね。まあ、ちなみにこのチャンネルはお子様や女の子向けにはあまり考えていないんで、ちょっとアダルトな男性向けのチャンネルということでね、バリバリ今後もフリートークの部分は展開していきたいなというふうに思ってるんですが、そしたらどうしようかな。表情で工作ができるんですが、性能兵入れてるから純粋足軽でもやっときますか。まあ、純粋足軽だけで構成してるところって実はあんまりないとは思うんですが、逆に純粋農兵の方がね
多いかなと思うんで、純粋農法を入れておきましょう。あとは農作業改革、草刈りはあんまり意味ないんだよな。大規模開墾、農地最大値が上昇する、まあこれでもやっときますか。兵糧はね、今後大遠征をするにあたってはますます今必要になってくるところかなというふうには思ってますんで、あとは論議がだいぶ余ってきてるんで、論議はガリガリ使っていきましょうか。まあこんなところですかね。じゃあこれで試作豊作は終わりにしていきましょう。で、一応今回はですね、マリーナベイサンズ、シンガポールではね、かなり有名になったと思うんですけども、あの、3つの塔からなっていて、屋上にはプールがあるよっていうね、マリーナベイサンズに泊まってきたんですけども、いや、さすがに、2回目だったんですけども、今回はちょっと奮発して、シティビューっていうね、あの、マーライオンが見えるお部屋にさせてもらったんですけども、いや、もうすごくね、綺麗でしたね、やっぱり。で、お部屋の感じとかはね、こんな感じになってるんですけども、まあやっぱりね、マーライオンパークが見えるっていうだけで、まあお部屋はそんなに広くはないんですけども、相当なお値段が張りましたね。まあ時期が時期、おそらくクリスマス前だっていうのもあって、少しね、値段は全体的に高かったのかなというのもあるんですけども、これで一泊6万、6万数千円でしたね、一泊。先月の収支だ。さすがにね、一泊6万数千円のお部屋ってなかなか、まあ、ディズニーに遊びに行ったりした時はね、一泊6万円って普通のお部屋のグレードでもあるんですけど、ディズニー以外で一泊6万円のお部屋っていうのはね、なかなかなかったんで、ちょっと驚きましたよね。では、秀吉に対して宣戦を布告していきましょうか。秀吉に味方するのがおそらく小早川かな、これを見ると。ただ小早川がね、遠路はるばる機内まで兵を進めてくるっていうことはないと思いますんで、で国力は3位か、なかなか厳しい戦いになりそうですね。一応ですね、ちょっと秀吉の持ってる城の状態も見ておきますか。まあやっぱり機内一円に勢力を持っているので、まあ、まずは丹波ぐらいまで一気に攻めますか。まあ、丹波はでもあれか、大谷義継が持ってるんで、摂津あたりまでですかね、一気に取りに行きましょう。でその後は長宗我部とのね、戦いも控えてますからね。ちなみに長宗我部とまさかまさか結んでるってことはないよね。通称だけかな、秀吉と長宗我部は。であれば、目論見通り開戦していきましょう。わなさい、お見せしましょう。まあ、三成が豊臣秀吉に対して宣戦布告するっていうのもね、なかなかすごい絵ですけどね。小早川が豊臣に助力、まあこれは予定通りですね。おっと、大谷義継も豊臣か、ちょっとこれは予想外だったな。さあでは早速ですが、兵を出していきましょうか。で、足利将軍家に対してはどう振る舞っていくかというところにはなるんですが、どうしようかな。まずは外交で心象を上げておきましょう。だいぶ下がってますからね、いつの間にか。で、秀吉領に対してどう進行していくかですが、一旦は、そうは言っても、足利将軍家と同盟を結ばないと、豊臣領へ進行できませんね。で、お部屋から見える、またね、いきなり
旅行の話になっちゃいますけど、お部屋から見えるね様子はこんな感じで、ものすごく綺麗でしたね。部屋の階はね確か24階だったと思うんで、まあそこまでの高層階というわけではなかったんですけども、さっきからお話してるようにやっぱりその表情を始めましょう、マーライオンがね、シンガポールのシンボルマーライオンが見えるというだけでこのお値段ですからね。これにて表情を終わります。この策はいかがでしょう。で、あの前回お話してるんですけども、あの表情以外の、農業と商業に関しては一旦もう委任状態にさせていただいてますんで、まあ、サクサク進めていきましょう。特段今すぐやりたいのはないかな。貯めておきましょうね。謙信が信濃に兵を進める、そんなことあるかな。ちょっと謙信と今争う暇はないんで、とはいえ謙信は今こちらに同行することはできないというわけ。親善も無理、親善も無理か。いやいや、なかなか厳しいな。上田上杉家、まあ大谷義次に対してじゃあしばらくの間豊臣についちゃってますけどね。大谷義次はここは一旦関係改善を模索しましょうか。報告しよう。先月の収支だ。もうちょっとターンとしてはかかるのかな。さっさと同盟結んでね進行してしまいたいんですが、54なのでもう一ターンかかりますね。足利将軍家と同盟を結んで豊臣領へ進行するためにはもう一ターンかかりそうですね。これで足利将軍家との同盟が結べる状態になりましたので、一旦外交で将軍家と同盟を結んじゃいましょう。で、兵糧を要求して同盟を結ぶっていうね、いつものパターンを狙っていきましょうか。取引を行いましょう。鉄砲とか欲しいですが、まあ、一旦はね大兵力を持って豊臣に侵攻するっていうところからやっていきます。で、12ヶ月の同盟締結が来てるんで、これは予定通りですね。さあ、大谷義次との同盟も期限切れになってるんで、どうだろうな、大谷義次先に攻めてもよかったかなっていう気もしますけど、今更なんで、ここは、まあ、諦めてというよりはしっかりと言うべきかな。まずは大谷義次と同盟を結んでおきましょう。で、義次と同盟を結んでおけば再び、おっと、
大谷義継からは敵視されてるか。となると先に大谷義継潰す、まあ、特にこのもう無茶苦茶な状況になってますからね。こう三成が大谷義継とさらには秀吉と対決していくっていうね。さあ兵糧も入ってきたことだし、まずはそうすると大谷領を一気に制圧して、そっから豊臣領へ進攻していきましょうか。というわけで兵を挙げていきましょう。早速進軍していきます。まあ、後瀬山に対してこちらとしては5万の軍勢か。敵は3万6千。うん、陣は向こうに取られるというわけだな。では、ちょっと進行ルートを変えましょう。出陣する。信長自ら進軍ですね。でできればね、こちら豊臣に対しても一気に宣戦布告していきたいんですが、やっぱり兵糧に多少不安があるんで、まずは後瀬山を取って動向を見守りましょう。朝廷からは金1万2000か。まあいいでしょう。待て、報告いたす。先月の収支だ。行くぞ。出陣する。一気に竹部山を攻めますか。そしたら迂回してね。やっぱ陣が取られてるだけでちょっと面倒くさくはなるんで、陣が取られないような状況にするためにちょっと兵を迂回させましょう。で先に竹部山を叩くと、まあ多少兵糧のね消耗が激しくはなってしまうんですが、まあ我慢しましょう。一人たりとも逃すな。で秀吉軍もやってきたか。さあここは義継が3150で、その他はどうだ。大谷勢はまあこう言ってはなんですけど丹羽長秀ぐらいですかね、名の知れた武将としては。ここは一気に全軍突撃で蹴りをつけましょう。行け。陣もこちらが取っているっていうところでは目論見通りですね。俺に続け。あとは敵がどういう布陣になってるかかな。掴みましたぞ。大谷義継の本陣は真ん中か。ちょっと全軍突撃の向きがね合ってないですよね。あそこがちゃんと大谷義継に対して特攻がかかってればもうちょっとねあっさり蹴りがついてもおかしくなかったけどな。で全軍突撃はね最初の5ターン、こちらから命令ができないんですが、まあ、この決戦システム多少めんどくさいところがあるんで、まあ兵力で勝ってたり武将の質量で勝ってたり、
大将も十分な兵力があったりとかっていう場合には全軍突撃にしてしまうと、操作しなくていい分楽ですよね。で基本的には繊維ゲージ、画面の左上に出てる繊維ゲージを完全に、味方一色で染めるか、敵対象を撤退させるか、まあ、兵力をゼロにするかというところのどちらかが決まれば、こちらの勝利、合戦決戦の勝利っていうことになりますので、そこをね、狙っていくっていうのが一番楽かなと思います。叩き潰せ。思い知るがよい。で今回はですね、マリーナベイサンズに3泊、またいきなり旅行の話に戻ってますけど、マリーナベイサンズに3泊しまして、で、まあ、冒頭話したように、まあ、6万4、5千円ぐらいだったかなと思うんですけども、まあ、そんくらいかかりましたと。であとはですね、まあ、その他もろもろお金をかけたというところもあって、シンガポール旅行代がやっぱりちょっとかさみましたね。でシンガポールにはまあその他で言うと、あとはユニバーサルスタジオシンガポールとかね、あとはガーデンバイザベイとか、あとはシンガポールフライヤーとか、あとはオーチャードとかね、行きましたんで、その様子もねこの後ご紹介をしていきたいなというふうに思ってますんで、そのあたりのね、旅行の話も楽しみにしていただければなと思います。これ、大谷義嗣が完全に復活果たしてるな。一回削り切ったはずなんだけど。のあるものがおるよ。そしたら、総敵は九州。左近も九州。まあ、九州は、海藻仕掛けてる敵を完全に潰すっていうね。改装した後一旦戦場から離脱されると士気が回復して戻ってきてしまうんで、まあ、そうならないように、まあ、追撃するっていうようなねところになりますね。敵の居所を掴みましたぞ。マサトヨがちょっと危ないのかな。これを見るとマサトヨを一旦下げてもいいかな。ただ大谷の出動もきっちり来るね。マサトヨの隊が改装したか。悪がございます。我が策をご覧くだされ。この策で勝てるはずだぜ。長政の部隊もちょっと危ないね。この戦これで終わらせる。我が覚悟お見せしよう。この戦、いやいや大谷をしてるさすがに強いな。もっとあっさり切りがつくかなと思ったんですけどね、最初の全軍突撃だけで。やりたい前へ。一旦引くぞ。ここで一気に戦局が押し返されてるな。悪がございます。まあ、総敵信長この辺りはね全く問題がないと思うんですが、まあ、左近も含めて味方としてはやっぱり信長、さらに小坂正信、正豊がねちょっと敗走仕掛けてますけど、まあそうそうたるメンバーを揃えているんで、ただ敵も大谷義嗣ぐらいしかこれぞという武将がいませんけど、それでも強いな。ここでねもう一押しできれば決まるかなっていう感じもするんですけどね、なかなかそのもう一押しが決まらないな。ただ戦員ゲージはもうちょっとなんだけどな。敵の方に戦法を決められたりすると盛り返されちゃうんでね。
策がございます。我が策、ご覧くださる。引っかかったな。敵の居所、つかみましたぞ。両の隣に吉次に向坂正信か、ま、ちょっとあそこ危ないな。平塚隊は戦線復帰、策のある者がおるようです。今こそ雌雄を決する時。味方の方は内藤隊と浅井長政隊が戦線復帰してくるので、まあ、これでなんとか村上の指揮隊を救援できればというところだけど、ちょっと間に合わないね。救援が信長が率いている味方の主力が集まっていた北側、この向きでいう北側はしっかり勝利できてますけど、南側はね、村上義教が完全に包囲殲滅される危険性にさらされてるんで、まずこれを救いつつしっかり。我が策、お聞きくだされ。策がございます。引っかかったな。敵の戦意を削っていかなきゃいけないな。負けてやる気はさらさらねえぞ。いや、ここまで手こずるとはちょっと思わなかったけどな。本当に大谷義次うまいな。やりたい前へ、やりたい前へ。村上の指揮もね、だいぶ削られてますしね。ご覧くだされ。策がございます。奥の手じゃ、見せてやる。我が覚悟、お見せしよう。これにて幕とさせていただこう。邪魔するなら容赦しねえぜ。敵を制すは我が軍略よ。まだ負けておらぬ。一旦引くぞ。やりたい前へ。これで内藤隊が再び戦線に立つか。ちょっとな、コンピューターに任せちゃってるっていうのが良くないかな。策がございます。この戦、これで終わらせる。長政はしっかり戦線に踏みとどまってくれてるんで、長政で足止めしてる間にさっさと突破して、義次の率いる本体に殺到したいところですけどね。勝負せよ。我らの勝ち揺るがぬぞ。何しやがる。今は引こう。これにて幕とさせていただく。この策、信長もちょっと危なくなってるの。これはもうこのターンで決めたい。信長が改造するってことになると、一気に戦局がまた大谷勢に傾いてしまうんで、それは避けたいんで、このターンで決めたいけど、どうだ、信長は今戦ってるかというと戦ってはないんだよね。今こそ雌雄を決する時。信長の軍勢の戦意ゲージはもう 2,3 ミリしか残ってないんで、一度引くぞ。いか、切り込め。長政がここで回想か。で、信長も回想するな。持たないね、信長が。信長は引かせたいけど持たなそうだな。ちょっと今更ですけど、ここで自ら采配を振るいましょう。内藤隊は改装中、村上義教も改装する、長政も改装中。そうするとだ、
東土高虎隊で敵の信長への進撃を食い止めましょう。これにて幕とさせていただこう。その首もらい受ける。バカだ、あり得ん。今は引こう。信長が改装したか。やられたな。これにて幕とさせていただこう。いやー、完全にやられた。ちょっと判断が遅かったですね。もう一個前のターンで信長を後ろに下げとかなきゃいけなかったですね。この一撃、貴様にかわせまい。まさかバイド軍勢を持って大谷選にここまでやられると思わなかったな。我が前に出よ。今一度戦場へ撃て。撃つのだ。よく狙い。悪がございます。おごそ、お聞きくだされ。我が策、ご覧くだされ。守れ、守れ。我らが意地、見せてくれようぞ。愚か者には死あるのみ。撃つのだ。今は引くぞ。東土高虎が回想か。一進一退だな。本当に敵を撤退させたり回想させたりしたなと思ったら、味方も同じような概念で改装したりっていう感じになっちゃってますね。まあ、とりあえず庭長秀がもうそろそろ落ちそうなので、庭長秀の軍勢が撤退できれば一気にこちらの方に戦局を傾かせるチャンスがやってきますね。で、信長もそろそろ回復しきってくるので、今は引こう。今が好機。我が野望は折れぬ。やりたい。前へ。策のある者がおる。もし信長も完全に戻ってきたね。で、左近は鉄砲を置いて、正信は引き続き用心させておいた方がいいかな。ご覧ください。この一撃、貴様にかわせまい。我が覚悟、お見せしよう。今こそ親友を決する時。いや、高坂正信はもうどうにもならないな。改装するな。いや、泥試合だな、完全に。大谷義嗣を潰せなかったっていうのがね、この泥試合になった一番の要因だな。策のある者がおるようです。我が策、お聞きくだされ。撃て。我が策、ご覧ください。でもそれにしても高坂もそうなんで、絶対今のダーンで敗走するかなと思いましたけど、よくこらえてるな。勝てるとでも思ったか。突撃に失敗するとこの乱戦化するっていうのは微妙だな。やりたい。はい。策のある者がおるよ。そしたら小笠原隊は女に組みつくとして、残りの部隊はそれこそもう大谷義嗣に殺到させる。ご覧ください。我が力、思い知るがよい。撃て。ご命令を。行け。これにて幕とさせていただく。練り上げし我が部、トフトミを巻き返すとしようか。まだまだ行くぜ。策のある者がおるよ。さあ、南名復帰してきてるし、いよいよ決着がつけられるかな。我が策、ご覧ください。目指すは大谷義嗣の本陣。
その首もらい受ける。放て。こんなはずでは。策のある者がおるよ。始めるぞ。残りの全部隊は大谷義次の本陣に目がけて突撃をかけていきましょう。まあ、こんだけの軍勢が大谷義次の本陣に目がけてくるってなると本当に怖いでしょうね。大谷勢としてもよく狙い。今は引く。敵の居所掴みましたぞ。この策で勝利をつかむ。お命令。この一撃全てをかける。この策で勝てるはずだぜ。愚痴覚悟せよ。さて踏みつぶしてやるぜ。邪魔するなら容赦しねえぜ。さあ、大谷勢とのこの初戦に勝利できれば、ほぼほぼ決まってはきますからね。まあ、あとは秀吉がどんくらい肩入れしてくるかぐらいかな。策のあるものがおるよ。時は今、力を合わせよ。格の差、思い知るがよい。これにて幕とさせる。秀吉の方にはね、光秀とかも入ってますからね。心してか。すいませんね、ちょっと動いちゃいましたので戻します。知るがよい。今こそ雌雄を決する時。やりたい。おい。いやー、ようやくですね。3分5分で終わるかなと思いましたけど、大激戦になっちゃいましたけど、まあ、これでただ竹部山この辺りが一気にこちらに落ちるでしょう。弾けない。いや、だいぶ兵を失ったな。それにしても、まあ、ここは竹部山は強行にして、後瀬山まで一旦兵を引きますか。で、丹羽長秀は登用しましょう。で、残りはまあいいかな、一旦解放しよう。で、信長率いる本体は竹部山へ、後瀬山へ行きます。報告いたす。先月の終始だ。表情を始めましょう。良き考えかと。これにて表情を終わります。まあ、ここは商業重視でいきましょう。そしたら市場開放する。市場開放で、これで第4勢力も市場に介入できるっていうね。からは、城一つでは話にならないな。乱世が望む俺の天界は。そしたら続いては、もうこのまま一気にね、残り3つの城取りましょう。
報告いたす。先月の収支だ。まあ、この辺りを若さから、丹波辺りまで一気に石田領にすることができれば、豊臣領への進行ルートが確保できるので、まあ、足利将軍家の顔色を伺わずに済みますからね。じゃあここは旗の勢7000、物の数ではないとはいえ展開できる数がちょっと少ないのか。まあ、油断ならないけど、こここそ本当に全軍突撃だな。まあ、なんといってもね、味方はそうそうたる武将が揃ってますからね。まあ、懲りずにここは全軍突撃で蹴りをつけましょう。問題は敵の布陣ですよね。敵もね、突撃態勢で大将がで前に出てきてくれてるとすごく戦いやすいんですが、敵の居所つかみましたぞ。これが新しき戦、新しき天下よ。この攻め、かわしてみせよ。放て。さあ、まずは一進一退だね。結構敵は騎馬隊が多いね。こうやって見てみるの、まあ、騎馬隊は多いけど、山あいなんで騎馬隊の機動力はそんなに生きないんじゃないかな。この戦、これで終わらせる。この攻め、かわしてみせよ。この一撃、すべてをかける。これが新しき戦、新しき天下よ。やりおる。クソ、おとり挑発が発動したな。おとり挑発により全員が引きつけられてるんで、まあ、結局ね、全軍突撃で何もできないという点は同じなんですけども、心配なのが信長だな。信長が改装するようなことになるとちょっと面倒なんで、面倒なんでっていうか終わっちゃうんで。今は引くぞ。大丈夫かな。勝てるとでも思ったか。覚悟なき者、負けはせぬ。今は引くぞ。今は引く。いや、信長が改造した。一気に押し切れるかなっていうところでこれだからな。ちょっともったいなかったですね。ただ信長が改造してもなおこの状態なんで、これまた泥試合になるぞ。正々堂々勝負せよ。我が覚悟お見せしよう。格の差思い知るがよい。撃つのだ。もう全軍突撃はね、もう全軍突撃が解けた時にはもうぐっちゃぐちゃになってるんで。敵の居所つかみましたぞ。今こそ雌雄を決する時。これにて幕とさせていただこう。放て。さあ、ちょっとここはもう敵の大将首を狙いに行きますか。名の者恐れるでないぞ。始めるぞ。時には大胆に攻め込まねば。信長がね、撤退に追い込まれるっていう事態だけは避けたいんで。放て。戦は始まったばかりだぜ。策のある者がおるよ。我が力思い知るがよい。負けてやる気はさらさら。泥試合でね、早々に蹴りをつけたいんだけど。攻め込むぞ。
矢を放て。で、またちょっと旅行の話に戻すと、バンコクはねかなり暑かったんですけど、より赤道に近いシンガポールの方はね、ちょうど雨季に入っていたっていうこともあってか、割と過ごしやすかったですし、その我が核にお見せしよう、マリーナベイサンズのスカイプールに関してはもう寒かったですね、完全に。時は今、力を合わせよ。でね、前回マリーナベイサンズ泊まった時、いつだ何月だったかなっていうのも忘れちゃったんですけど、その時はねもうかなり暑かったなっていう感じだったんで、その時からするとね、もう年月もだいぶ過ぎて、もうあれいつだったかな、26とか、でもうちょっと24、5とかだったかもしれないな。本当にね、出来たてほやほやぐらいの時期に泊まったんで。負けてやる気はさらさらねえぞ。この時はだいぶ暑かったんですけどね。お見せしよう。で、僕の好きなね、イパネーマとかブリックス、まあいわゆるエンコーバーみたいなところはさすがにね、女の子同伴でいたんで行けなかったんですけど、その辺りに行ったりしたのがその前回泊まった時ですね。で、基本的に移動は全部電車、地下鉄と、あとは電車ですね、を使いましたね。で、さすがに空港、シンガポールの空港からマリーナベイサンズの往復はスーツケースもあったので、タクシーを使ったんですけど、まあ、やっぱり日本のタクシーがいかに高いかですよね。シンガポールの物価大体日本とほぼ同水準なんですけど、タクシーとかはもうその半分ぐらいですね。なんでいかに日本のタクシーが高いかと。やりたい前、これほどと。これは東道隊が撤退するかな。始めよ。格の差思い知るがよい。その首この手でいただくとしよう。くっ、我らが敗れるとまだ負けておらぬ。隙だらけだ。これにて幕とさせていただこう。負けてやる気は。内藤隊に続いて高坂隊か、総動隊じゃないですね、高坂隊が撤退になってますが、まあただ敵の大将全然撤退に追い込んだんで良しとしましょう。ちょっと泥試合が続いちゃってますけど、旅行の話に夢中になりすぎですね僕も。まあただこのまま一気に大谷寮を席巻していきましょう。もうねそんなに時間かからずに大谷寮は取れるかなと思いますんで、あとはね秀吉がどんだけ肩入れしてくるかだな。取り囲め。いや、平塚隊とかまだまだ来るね。これがただ最後の戦いになるんじゃないかな。もう大規模な反攻作戦は取れないでしょう。今度こそね全軍突撃使いましょう。本当にここは本当にサクッと決めたい。時間も長くなってきてしまってるんで、問題は最初の当たりが当たるかどうかなんですよね。最初がね外れるともうまた泥試合になるんで、敵の陣形かな、全ては。敵の居所つかみましたぞ。敵は大将は後方に控えるパターンか。そうなると敵の繊維をガリガリ削っていくしかないよね。新しき展開を。向かったか。今ぞ放て。敵を制すは我
我が軍略よ。この戦これで終わらせる。千ゲージは押してるものの勢いでは負けてる感じか。それが我が戦よ。やりたい。なえ。今は引く。まあでもこの合戦はね、本当自動化するなりオート化するなりっていう機能を入れといてほしかったな。ちょっとね、めんどくさいんでね、こういう状況下になればなるほど。敵の居所掴みましたぞ。さあもう一ターンで終えられるかな。これくらいねサクッと決まってくれるとやりやすいんですけどね。覚悟しろ。ご命令を。いざ進まん。我が刃望むは貴様か。さあこれでおそらく大谷勢の組織だった抵抗は最後になるんじゃないかな。もう1万の軍勢集めることはできないでしょう。まあ、信長の方もね、だいぶ当初5万で出陣した兵は半分近くにはなってしまってますけど。乱世が望む俺の天界。行くぞ。進め。宮上城へ進みましょう。先月の終始でもう夏か。そうなると兵糧がまた入ってきてくれるんで、秀吉領への進攻が可能になってきますね。取り囲め。兵糧がね、やっぱりこのゲームかなり重要な、特に前半。受け入れよ。信長が作る新しき世。参るぞ。俺に続け。さあ最後黒井城ですね。義継の困る黒井城を攻めて蹴りをつけましょう。報告いたす。先月の終始だ。表情を始めましょう。良き考えかと。家康、信秀、あとは誰かな。信綱ですかね。でもね、家康、信秀、まあ、この辺りでも十分提案施策力の数が大きくて助かりますよね。よし、黒以上落としましたね。戻る。では一旦兵を返して、次回はいよいよ秀吉との対決に臨んでいきましょうというわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。